はい、おはようございます。今日も一日ね、頑張っていこうということですけども、7月に入って結構ね、忙しくはなりました。本当にまあ今日もそうなんですけどね、連日暑くて暑くてしょうがないんですけど、そんな中ね、僕は暑いのが結構好きな方なんで、何の抵抗もなくね、毎日ガンガン外出ていきたいなと思ってます。なんか結構黒くなったんかな、めっちゃなんか焼けやすいんですよ。久しぶりに会った人になんかめっちゃ焼けたなみたいな感じで言われたんやけど、自分では気づかんないけどさ。まあこれからね、夏本番ですからもっと焼けると思うんでね、まあどんどん黒くなっていく僕をね、まだ動画を通して見てってくださいよ皆さん。じゃあ行きましょう。今日もですね、上尾市内の方の家に行って、以前もねエアコンクリーニングをやったお客さんなんですけど、もう一台今日もエアコンクリーニングに行こうと思います。エアコンの季節ですね今は本当にね。ただまあ上尾市内なんでね、僕の家から10分ぐらいなんですよね。近いのは本当にね最高です。今月もね頑張っていこうと思いますわ。じゃあ行きましょう。ゴキブリが出たから来てほしいとか毎年あるんで。ゴキブリなんか自分でやりますけどね。そういう依頼が来るのは大体なんか若い女の子の一人暮らしとか、こんな感じですね。もうゴキブリおったらちょっと寝られないかな。意外とゴキブリってバカなんですよね。あ、そうなんですか。なんか歩いてくるところの目の前にゴキブリホイホイ置くと、おとなしくゴキブリホイホイの中入るんです。バカっすねそれは。やっぱこの辺もゴキブリ結構出るんですか。出ますね。へえ、まだ埼玉に来て見てないっすね。まあそろそろ見そうな気するんですけど、ここの部屋に引っ越してきて一番びっくりしたのはヤモリ。ああ、ヤモリ。ヤモリが出た時にははいはいはい、ショックで何もできなかった。ベランダだったんで、はい、なんか窓全部閉めて、はいはい、見なくなるの待って、はい、それで終わりにしたんですけど、ベランダ白いじゃないですか。真っ白になるんですね。へえ、そうなんですか。だから最初なんだろうと思って、はいはいはい、顔近づけて見ちゃったんですよ。まあこれは顔近づけるものじゃないと思って。ああよかった、これで安心して眠れる。いやもうここ 2,3 年で毎年毎年心配でしょうがなかったんですよ。え、何が心配だったんですかこれ。エアコンのその掃除をしてないがゆえに壊れちゃったとか。あ、はい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 、エアコンの代金が高くなるとか。あ、そうですね。うん、電気代ありますねそれは。うん、そういうのなんかすごい気になってたので、はいはいはい、そんなね難しい機能なんかいらないですよ。あ、そうですね、確かに。要するに部屋さえ冷えてくれれば。まあその通りですね、本当に間違いなく。そしたらもうビーバーエアコンで十分。よし、じゃああとはちょっと片付けの方をやってます、ね。はい、これでお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、確かに。はい、よし、はい、ありがとうございました。またお願いします。今日もうまそう。はい、いただきます。はい、いつも通りの野菜炒めです。はい、今日はサラデカめです。めっちゃいい感じです。まあ7月にねなったばっかりなんですけど、まあめちゃめちゃ暑くなってきたっていうのもあるんですけど、もういろんな方からの依頼がね急に増えてきました。もうびっくりします、僕自身もマジでびっくりします。まあできるだけ見たらすぐ返事をするっていうような感じでやっております。うん、だからまあ今月もですね、まあ全然空いてる日はまだまだあるんですけど、まあ12とか14とか15とか、
まあ、19もいけるな、24がいける、26、27みたいな感じで、空いてる日はちょいちょいあるんですけど、まあ結構ね、まあ、嬉しいことにね、今月7月の予定もね、まあ半分以上は埋まったかなって感じで、まあ順調に忙しくなってきております。ありがとうございます。皆様のおかげでございます。まあインスタのね、ストーリーっていうのをですね、なんか今月入ってからね、今まではね、放置してたんですけど、まあストーリーちょっとつぶやいてみようかなみたいな感じで、なんかやり始めたわけなんですよ。それを見てのですね、なんかいろんな同業者の方であったりとか、あとはまあアルバイトをしたりとか、ちょっと働きたいみたいな、そういうのもあればですね、普通に仕事のご依頼っていうね、そういう DM とかをね、まあ結構な数いただいております。いや、インスタのリールってやっといた方がよかったかも。まあ今まで放置したけど、やっちまったわ。うん、まあちょっと前の動画とか、決算の時の動画やったっけな、今年中に YouTube と TikTok のフォロワーは10万人は行きたいっていう風に言ってたんですけど、それプラスね、目標としてですね、インスタの方が今フォロワーが8900人ぐらいやったと思うんですよ。とりあえずね、インスタのフォロワーもね、1万人はね、今年中に行きたいなっていうね、目標をですね、新たに掲げようかなということで。まあ、この TikTok、インスタ、YouTube、この3つの目標はね、今年中には、どうしても叶えたいなと思っております。まあ、目標までの人数的にはね、インスタがあと1000人ちょっとやから、まあ、一番近いように思えるんですけど、でも、インスタのフォロワーってね、なかなか増えないんですよね、ほんまに。まあそれに比べてね、例えば TikTok って今9万5千人かな。あと5千人で10万人なんですけど、まあ感覚的にはね、TikTok の方がね、なんか早めに目標行くんじゃないかなみたいな感じにも思えてくるんですよ。まあ TikTok の方もですね、フォロワーの伸びはちょっと鈍ってるんでね、悲しいところなんですけども。インスタのストーリーの方でもね、何回か書き込んだんですけども、アルバイトを今募集しております。我が社の方でですね、アルバイトをしたいぞっていう人がいてたら、まあ、DM でも、公式 LINE でも、まあ電話でもいいんで、何らかの形でアクセスをいただければと思います。ベンリアダリア、もしくは株式会社シアダリアで、Google で検索していただければ僕のホームページがあります。そこの連絡先はすべて僕の携帯に届きます。アルバイトをしたいっていう人はですね、連絡をいただければと思います。一つ条件としては、埼玉県に住んでてほしいです。まあ僕ね、埼玉県の上尾市に住んでるんですけど、まあ上尾にやっぱ近い方がいいっすね、本当に。やっぱ神奈川県であったりとか千葉県とか、まあ茨城県の人とかもったかな。そういう人からのご連絡とかあったんですけど、正直そっちの方の仕事ってあんまりないことないんですけど、やっぱ、まあこれからはですね、この埼玉県内のね、仕事をどんどん取っていきたいなっていう風にやっているんで、まあそれを考えたらですね、やはり埼玉県内、上尾のすぐ近くに住んでいる人のアルバイトがあった方が僕的には非常にありがたいです。ご連絡いただければと思います。一応電話番号言っときます。03-46、忘れた。いつもね、自分の電話番号忘れるんですよ、ほんまに。なかなかね、覚えられないんですよね、ほんま。ということでね、テロップでこの辺に書いております。この辺に書いておりますんで、これを見てください。まあ、公式 LINE が一番いいかなと思います、僕的には。公式 LINE でね、送っていただければと思いますけど、まあ電話でも何でも大丈夫です。そしてですね、当然のように仕事のご依頼というのもお待ちしております。というのもね、ご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上です。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンやっててください。それでは、お疲れ様でした。